はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。水風の章、天魔の雪、煉獄の谷。煉獄の谷って赤き谷のことか。帝国軍の先兵を退けた同盟軍は、乏しい兵力を増員すべく、同盟領北西を支配するダフネル家の当主ジュディットに援軍を打診した。ジュディットは久々ですよね、会うのはね。いつ以来かな。イベントで一回会ったぐらいですよね。ユニットとして使えるのかな。仲間になるかどうかちょっとわからないけど、まあ仲間になったところで使わないと思うんですけどね。どうした？なあ、もっとおかわりはねえのかよ。これっぽっちじゃ足りねえよ。でもいい、ラファエルは食べ過ぎだよ。いい献立じゃないか。蓄えが残り少ないんだから我慢しなきゃ。食うもん食わねえとよ、俺は成長できねえんだよ。はい、そんな腹ペコ諸君に朗報よ。ジュディットさんから返事が来たって。名士様が呼んでるからみんな集まってね。ジュディットから返事が来た。兵員と物資を援助してくれるそうだ。よかったね。物資をくれるのか。ヤッホー。これでラファエルもおとなしくなるね。で、引き渡しを受ける場所だが。他でもない、名士殿の頼みだ。喋った。すぐにでも兵を送ってやりたいが、領内で大っぴらに兵を集めると同盟の他の連中を刺激しちまいかねない。だからこっちは煉獄の谷アリルにこっそり兵を入れてまとめておく。あんたらは迎えに行けと。そこまで兵を受け取りに来てくれないか。そこから王国と同盟の境界を通って修道院まで戻れば安全なはずさ。出た、絶対安全じゃないやつ。絶対何か起こるやつ。アリルはダフネル領と王国領の境にある。行けばわかるが少し特殊な都市だ。何か怖い現象があったような。まあ確かにあの谷なら他の同盟諸侯に気づかれる心配はないだろうさ。煉獄の谷アリル、なんだ意味深なことを言うやつがいるな。情報収集が必要だな。ヒルダの誕生日です。ヒルダ、ベリー先生、お招きありがとうございます。嬉しい。私の好みの茶葉を用意しといてくれたんですか。まあね。ありがとうございます。美味しいですね。は？ご飯に誘った相手。いつもありがとう。すごい。すごい。すごいのか。うん。かわいい装飾。もうヒルダはわかりやすいな。今日はぼーっとしに来ただけなので、一緒にぼーっとしましょう。なるほど。よし。世界が平和になったらね、もっと。ぼーっとしたいんだけどさ、ちょっとね、なかなか難しい話もお説教も今日はなしですからね。ヒルダっていくつになったんだっけ。先生、なるほど。23とかか。先生、なるほど。今ちょっと太ったとか思いました。そう見えるだけですよ、多分。いや、筋肉方面の力をどんどん伸ばしていってくれ君は。うちのもう
うちのうちには欠かせないアタッカーだからな。スズランを上げるから。ありがとうございます。25だった。おいしいお茶ごちそうさまでした。また呼んでくださいね。絶対ですよ。でもリアクションは、お茶会のリアクションは5年前と変わらないみたいですね。よし、盛りだくさんやなこの日。抹消された英雄。あ？どういうこと？出撃？あ、外伝。へえ、8月まで。へえ、マリアーヌの外伝か。まあまあ、まだ別に強戦でいいよね。15日にしよっかな、うん、ということで支援をしていこう。ヒルダ星です。あ、もう絵になるのか。早いな。一緒に組んでるから。ヒルダ。で、お、セテス様こんにちは。ほうほう、何ですか。私に声をかけられても逃げ腰にならなくなったな。あ、気づかれてましたか。セテス様にじーっと見られると心の中まで覗かれてる気分になるんですよ。ほう、それが苦にならないということは後ろめたいことがなくなったのか。いえ、慣れただけです。セテス様が怖いだけの人じゃないって分かったし。まあね、絵本作りよったしね。後ろめたいことはあるのか。いつまでも怠け者では困るな。そうですね。私だって冬眠できない狐さんにはなりたくないですし。そうか、寓話に込めた教訓が正しく伝わっているようで何よりだ。でもあの話ちょっとリスさんが冷たすぎませんか。自分だけ良ければ友達が困ってても関係ないみたいな。ん？確かに子供がそのような考えを持ってしまうと困るな。リスは蓄えたどんぐりを少し分けてあげて、それでキツネはどうにか春まで耐えな。分けるん。分けたらどうだろう。分けたらいかんくない。それなら子供たちも優しいリスさんになりたいって思ってくれそうです。うん、そうか。君に聞いてもらって正解だったな。そうだ、フレンのために作った寓話はまだまだあるんだ。聞いてくれないか。ストックがすごいな。ああ、出版しろ、出版しろ。もったいないですし。ほうほう、それは妙案だな。よし、早速準備に取り掛かろう。君、絵は得意かな？挿絵を描いてほしいのだが。得意そう。子供向け絵本の挿絵くらいなら、適当にちゃちゃっと描けそうな気も。ついでに、内容についても意見が欲しい。手伝ってくれるか。作家とアシスタントやね、ちょっとめんどくさいけど乗りかかった船ですし。わかりました。そうか、私もやる気が出てきたぞ。これは子供たちの未来のための大事業だ。こんなに嬉しそうにはしゃがれると面倒ごとも引き受けちゃうわね。まあなんだかんだ打ち解けてくれてよかったね。ちょっとギクシャクしてたからね最初は。じゃあちょっといろいろ準備をしたいと思います。散策をしていきます。よし、温室の掃除と花の手入れと書庫の整理と洗濯もしないと。そんなにせないかんかな。でもこれが僕の仕事だから、レア様がいなくたってちゃんと僕がやらなきゃダメなんだ。矢筒は置いてきた方がいいんじゃない。あなたにはもっと別にやるべきことがあるでしょ。落とし物、落とし、落とし、落とし、うん、
レオに、もう教師でも生徒でもないってのに、みんなあんたのことを先生って呼ぶよな。まあね、まあ私もそうだけど、あんたはどう呼ばれたいとかあるのか。名前で呼んだし。そうなのか。おお。じゃあ呼んでやろうか。いや、なんか照れくさくて無理だな。よし。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。皆さん、はい、いよいよ遠征ですか。違う。ああ、援軍の引き取りですか。留守は自分にお任せを。ここでしっかり目を光らせておきますので。よろしく頼む。なんか言ってる人いるな。ねえ、お願いを聞いてくれない？秘密のあれを、アンナさんがいた。アンナさんって今作仲間になったりするのかな。仲間になったりしなかったり、いろいろありますよね。ちょっと見えない何かが、これ馬やったっけ。見えない何かがいる。え、まあいいか。お、頼みがある。頼みがある。よし、どんどんクエストを受けていこう。ヒルダ、ジュリットさんの武勇伝、兄さんから聞いたことあるんですよね。誰も手がつけられないでいた暴れ馬を人睨みしただけでおとなしくさせたとか、挑発してきたパルミラの将を逆に言いまかして泣いて謝らせたとか。泣いて謝らせた。とにかく頼もしそうですよね。一緒に戦ってくれたらいいのにな。あの、お願いしたいことがあって。物資調達。落とし。そういえば、煉獄の谷アリルは3つの貴族の領海がちょうど接する場所にあるんです。王国のフラルダリウス家とガラテア家、それに同盟のダフネル家ですね。北方のフラルダリウス領内では、旧王国軍と新しい公国の軍が交戦中らしいですね。ローレンツ。同盟領と帝国領をつなぐ大橋は現在帝国軍の占領下にある。つまり帝国軍はいつでも同盟領に侵攻できる状況にあるということ。父が新帝国派の立場を取り続けるのは何もリーガン家に対抗したいからではない。帝国に侵攻の口実を与えないためだ。それだけは理解しておいてもらいたい。まあね、はっ事情があるってことよね。要はどの国にも、どの同盟のどの家にも事情があるということですよね。援軍を引き取りに行くだけとはいえ、万が一のことがあってはならん。万が一のことがありそうですよね。いつにかなる時も、訓練は怠らぬようにしなければな。ありそう。今日は思い切って何かを思い剣で切ってみようかと。秘伝もどうだ。共に剣を振るおうではないか。自分で言って自分で流したな。武術大会、武闘大会。ああ、槍か。槍だって。レオニーかな、うちで言うと。ねえ。レオニーでも力がないけんな、ちょっと。最近のレオニー力がないから。勝てるかわからない。速さはあるけどね。頑張れ。レイ。
気はしない。守備が高いのがすごく魅力的ですよね。守備27あるからな。素の守備はうちの軍ナンバーワンじゃないか。ドラゴンナイト気にしない気にしない。硬い硬い。よし、これで戦況が動くか。ペガサス大丈夫。オッケー。よし次だ。そして決勝、さあ行け。もらったな。優勝は追撃しとるしな。よし、これで戦況が動くか。銀の槍プラス、まあまあか。お、王国一の堅牢さを誇った城塞都市アリアンロッドも帝国の手に落ちたそうだ、うん、領主のローベ伯は大した抵抗もせずにさっさと帝国方に寝返っちまったらしい。ま、無駄な血が流れるのを避けたと思えば賢明な判断だったかもしれないがな。うん、おっと誰かいた。ねえ、ファーガス公国が建てられたことで王国は実質滅んだと言っていい状況です。うん、旧王国に属していた諸侯の大半はすでに帝国の傘下に入ってしまいました。うん、未だ屈していないフラルダリウス家なども潰されるのは時間の問題でしょうね。ルーベンクラステの人たちと会う機会ありますよね、多分ね。多分戦うんでしょう。おそらくルーベンクラステのどんな展開になるんでしょうね。今のところ力を合わせて帝国を倒そうぜみたいな風にはならないのかな。流れ的にそうならないかもしれないね。何もない。煉獄の谷アリル、どうかした。以前アリルの伝承について記された本を読んだのですが思い出せなくて。アリルの伝承、落とす。ほう、あの煉獄の谷で遠兵の受け渡しとはなかなかに考えたものだ。確かにあの灼熱の地ならば人も寄りつかないだろうからな。だが灼熱の地、厳しい環境にさらされるのはこちらも。ああ、なるほどね。下が燃えてるわけか、炎上してるわけか。魔法系はでもちょっと地形効果無効みたいについてましたよね。うまくその辺せないかんちゅうことか。気をつけないと。アロイス、牙の扱いに長けるためにはまず何をすべきだろうか。次なる戦いに備えてもっとうまく馬を乗りこなしたいのだ。馬だけに馬と仲良くなるところからじゃないか。よし、歌うか。合唱祭の日です。合唱練習するのはリシティアとフレン。みんなと歌うのも気分転換には悪くないですね。皆さんと一緒に歌うのってとっても楽しいんですのね。よし、そして何か用か、何か用か。これでいいか。何か用か。1900ポイント。
式。これでいいか。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。そしてここにも誰かいる。修道士。この5年間帝国兵に見つからぬようひっそりと暮らしてきました。今ようやく大修道院に戻ることができてとても感激しています。遠方に逃れた修道士たちもいずれ戻ってきてくれるでしょう。戻ってくるかな。無事に無事にとは無事に戻ってこれるかはわからないよね。ほう、誰だあれは。誰だ。フレン。たった5年の間にいろいろなことが変わってしまったのですね。王国は半分帝国のものになって、同盟でも小競り合いが続くようになって、うん、けれどここから見上げる空だけはあの頃からずっと変わらないままですわ。そうかな。黄色いと思うけど結構黄昏。5年前に戻りたいか。そうですわね。5年前も確かに楽しかったですもの。私も私よくやってくれた。よくやってくれた。クロードフォンリーダー。俺がリーガン家の着手に収まれたのもジュディットの口添えがあったからでね。あの列女にはますます頭が上がらなくなっちまうが、そこは我慢するさ。俺たちが次の一手を打つにはどうしたってダフネルの兵が必要だからな。敵に妨害される可能性がないわけじゃない。しっかり準備しといてくれ。妨害されそう。音音音してガルグマクの北には旧王国諸侯のカロン家とガラテア家がありますが、カロン家領地を帝国に侵食されながらもかろうじて中立を保っているようです。ジリオの戦士のみに力を抑えているため帝国も強引に攻め取らないのでしょう。援助を受ければ食料にも余裕が出ると考えている人がいるようです。ラファエルのことだ。食料については期待しない方がいいと思いますよ。遠兵を受け入れればその分必要な食料も多くなりますからね。まあね、人も増えるし、人も増えるってことだから、うん、増えた分だけ増えるってことやね。結局変わらんってことやね。なあラファエル。おー、並んでる。ただで飯を分けてくれるなんてジュディットさんっていい人だよな。女神様より女神様みてえだぞ。先生もそう思うだろ。確かに女神のようだ。会ったことねえから知らねえけど、きっと綺麗で優しい人なんだろうな。まあいろいろですわな。それよし、ここは食事でもするか。肉、ラファエルはやる気マックスなんですよね。リシティア、ヒルダとどうしよう。どうしようか。ヒルダリシティア女子コンビ。うわー、美味しそう。誰が作ったのかな。後で褒めちぎっておかなくちゃ。おいしいものを食べると、これでやる気を上げてよ。悩みも吹き飛びますよね。よし、いいぞ。そして誰と一緒に料理しようかな。ローレンツとまだ一回も料理しないんじゃない。どうだったっけ。どうしようかな。守備プラス1。
不死身鍋。料理などあまり経験はないが、そつなくこなせてしまうのがこの僕だ。この僕だ。すでに頭の中には完成図があるのだが、そこに至るまでの工程がな。それが料理というものだ。よし。さあ。助かっちゃったわ。助かっちゃったわ。いらっしゃいませ。お、いらっしゃいませ。おお。あら、いいの売ってる。あ、ドーピングアイテム売ってる。あら、顔。魔封じの盾。重いな、こんなんいらんな。指輪は買っとっていいよな。祈りの指輪。在庫が見れないな。うちがどれだけ持ってるの。必殺の指輪。回避の指輪。うわー、でもちょっとドーピングアイテムやろう。まずは早けの羽。ありがとうございます。守備、魔法、魅力。1234 1万円、1234 1万円、2万円か。2万ゴールド。まあ2万ゴールドくらい払ってもいいよね。払おっか。こちらですね。ありがとう。こちらですね。おら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 。こちらですね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 。よし。ありがとうございます。やった。そして、必殺の指輪持ってない。買おうかな。ありがとうございます。速さの指輪欲しい。こちらですね。ありがとうございます。祈りの指輪。女神の指輪。祈りの指輪って女神の指輪の介護官なのかな。魔封じの盾っているかな。いやでも重たいもんな。そんなにやろ。回避。ありがとうございます。こちらです。ありがとうございます。またのご来店を。大人買いしちゃった。よし。グッドだった。白魔法回避プラス20。この力、皆のために。でも装備することないからね。断り。よし、ひとまずこんな感じで終わろうかな。そしたら鍛錬を開始します。1,2,3,4,5、 マックスの5人はやっていこうかな。ラファエルは特に言うことないんですね。文句なし。士気を上げていくかな。士気上げていこうか。いやー、うわー、ああ分かってきた気がする。リシティア・フォン・コーデリア。リシティアも士気上げていこうかな。 B プラス。いけ。あー惜しい。ヒルダ・バレンティン・ゴネリルももっといい騎士団をつけたいので士気を上げていく。ガシガシ上げていく。レオニー・ピネッリ、士気かな。
よし。で、フレン。フレンも騎士団を育てつけたいので、士気を上げていく。再建、再建。勢いのままいけ。よし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 。よしよしよし。先は長いな、でもフレン。で最後は、ジリル、士気が上がりそう。だいぶよし、どうした？いつか皆さんとお別れする日が来る。そのことを考えると悲しくなるんです。今この時を大事にしよう。そうなんですね。ああ、ちょっと微妙だったかもしれない。なんじゃ、フレンの様子が気になる。はあ、どうした？先生のことを考えていましたので、私驚いてしまいましたわ。あ、いえ、そんな。分からなくなって。先生のことが分からなくって。最初に出会った時からあなたは不思議な雰囲気の人だと思っていましたけれど、今ではもう確信しておりますの。あなたが特別な存在なんだって。だってそうでしょ。あなたは失われたはずの紋章を宿し、天帝の剣を自在に操ることができる。そして5年前のある日、あなたは髪の色も瞳の色も変わってしまわれました、うん、お兄様や私と同じような色に。うん、それどういう意味？わからないんですな。お兄様は何も話してくれないから。その後、あなたは皆さんを見事に導いてここまで戦い抜いてきました。今ではお仲間の誰しもがあなたを慕い、あなたの力を信じていますの。そんな真似をできる人が他にいて、あなた一体何者でいらっしゃるの？なんかずっとわからないの一点張り。お分かりになりませんの ね, ねえ。けれど私に似た髪の色になったということは、あなたが特別な存在である証だって。この際正直に申し上げますけど、私もね、皆さんとは違いますの。あ、そうやろ。以前悪い人たちが
私の血を狙った事件がありましたでしょ。あなたほど特別ではないとはいえ、私の血も希少ですのよ、うん、つまり私とあなたは、なんか秘密がありますよね。セテスとフレン、人間じゃないやろ。しかも何らかの絆で結ばれていることは間違いないと思っておりますよ。レア様みたいに変身できるんじゃない。ですから私、あなたのそばであなたを見守っていくつもりですな。あなたは絶対に守らなければならない。そう思わずにいられないんですもの。逆にフレンの方が弱いからな。では私たちの力を合わせれば向かうところ敵なしですわよね。よし、さあということで、今回はこの辺で終わりにしようかな。グッド。これをうまく応用。よし、じゃあご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。